っち。巨人の手袋。ハンギョドンの手。魔法のステッキ。こんにちは、ルルでーす。ゆっティでーす。いや、なにこれ。はい、始まりました。始まりましたよ。今日は一体何をするんですか？今回は私の企画でございます。持ち込み企画、イエーイ。やっぱり100均って使い方何ってか、パッケージ見ないで物見たら、え、何に使うのそれ、うん、っていうものが結構あるじゃないですか。いろんなものあるもんね。そう、今回はそれの使い方を当てるクイズです。おお、なんだそりゃ。まあやってみるしかないですね。ということで、はい、ルールはこちら、じゃん、というルールでーす、はい。まずはね、百聞は一見にしかず、やってみよう。レッツゴー。じゃあいきます。よっしゃい。よし、はい、かかってこいや。じゃあまずこちらです。待って待って、ここに A とか B とか書いてある。あの、分かったよ。もしかしてゲーム機のスタンドみたいな。ね、これ何？待って、1分とか超短い。分かんない、待って待って待って、こういうのあるよ。ほら、これ絶対ないし。違う。こういう、何それ。どういうこと、映ってないしカメラに。できたよ、分かった。はい、タイムアップです。分からん。私から組み立てて、どうにかしてアクセサリーかけ。あー、分かったよ、本当に。そこにわってあって、その上に何か置けるから、棚みたいなの。そうそう、棚、オン棚みたいな。不正解です。こちらはですね、はい、お助け本棚。何ですかそれは。実は本棚なんです。はあ、なるほど。組み立てるとこういう感じになります。本をこうやって入れて、上にも入れていく場合。へー、おー、すごい。次は、じゃん。お、何これ。何それ。プニプニ。吸盤でもないね。あ、でもちょっと、あ、ほら、え、でもこれじゃ。ヒントは、女子が使う。女子？女子って言ったら、髪の毛、メイク、髪の毛巻いて、で、これで寝たら、巻けるみたいな。ピンポーン。巻き髪カーラー。正解です。イエーイ。正解。商品名はくるくるヘアカーラーです。イエーイ。これ髪をお風呂上がりとか、うん、濡れた状態の時にこれをつけて寝るとくるくるになる。え、じゃあ実際にやってみます。水ですかそれ。水でございます。じゃあびちゃびちゃに濡らしました。アイロンとかよりさ、そっちの方がさ良さそうじゃない。ちょっとシュール。じわる。え、ちょっと説明してください。髪へのダメージが少なく、くるっとカール。いいんじゃないですか。このまま問題受けます。あ、じゃあこのまま引き続きやっていきましょう。終盤にこの髪の毛がどうなっているのかというのを見ていきたいと思います。うんうんうん、次、こちらです。お、あ、わかったかも。はい。水筒を洗うやつ。中までこうゴシゴシ。奥の方の茶の汚れを取る。ピンポン。魔法のステッキ。ですよ。ダイソーにもちょっと魔法の商品がね、魔法がかかりまして、そういう時代になったんですね。令和2年ですから。墨だよ、墨。墨、墨っこ、墨っこ。お部屋の墨っこをゴシゴシするやつ。じゃあ正解教えてください。お願いします。半分正解。お、商品名、夢川キラキラスティックスポンジ。お弁当とかの墨、スポンジでこういうところの墨を洗うと綺麗になるし、可愛いっていう。可愛いやつ。え、可愛いやって言ってます。物を洗うっていう点では合ってますか。じゃあ 0.5 ポイントです。2人とも 0.5 ポイントです。よっしゃい。いい音。待って、 ASMR する。はい、カット。ありがとうございます。はい、カット。じゃあ次いきます。次、はい、はい、何でしょうか。じゃん。お、わかった。巨人の手袋。コスプレ。ハンギョドンの手。わかりますか、ハンギョドンって。サンリオのキャラクター。サンリオのね。絶対お掃除グッズだと思う。違うか。あー、壁、これの窓側。もう私一回消えますよ。バイバイ。これはですね、これはメガネ拭きの原理でして、絶対こういう窓みたいなやつじゃないかと思います。どうでしょうか。おーおー。おーおーおー。飛んできた。わかった、わかりました。なになに。ピンポン。ドライヤーを
するときにタオルでこう拭きながらドライヤーをすると乾きが早いって聞いたことがあるんですよ。だからこれをしながらドライヤーをしたらこっちに水分がいくからいいっていう。絶対これあの窓拭きだと思う。答え教えてください。お願いします。ルー正解。商品名速乾ヘアドライ手袋。ほらやっぱりタオル素材っていうのと手袋っていうのですぐ思いつきました。とりあえずこれ取って、これをこの濡れた髪の毛を乾燥させる。ほらほら負けてる。ほらここ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 、あすげえ。ほらこんな感じ。負けてるよ。あったかい。はい、乾かいた。乾かせ乾かせ。はいね、あったかいでしょ。ドライヤーそうやって使うわけないでしょ。これ乾いたのかよくわかんないけど、まあまあ乾いた気がするんだよね。続いてははい、こちらです。なんか可愛い。え、何これ。柔らか。あ、わかったか。わかった。靴の中に入れる。あれこれガチでなんか実際なんか入ってるみたいな感じ。この三つ葉のクローバーが肌触り。かっさピンポーン。ピンポーン。私はやっぱりこの直感、見た目とかこの柔らかさとかから言って、やっぱ靴ずれ防止の足に滑り止めみたいなやつかなと思いました。うんうん、私はですね、はい、肌触り良かったから、あのパフみたいなやつ。パフ、なんかリキッドのリキッドとかの、あのリキッドファンデーションとかあるじゃん。そういうのある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 。そういうのある。答えを教えてください。お願いします。ユッティ正解。最近このジェルパフが流行ってまして、確かに見たことある。ここにファンデとかを乗っけて肌にやると結構綺麗に、映ってないです、結構綺麗にできるっていうものです。実際ちょっと使ってみましょう。手にやった方がいいかな。うん、手に乗せてからなのかな。どっちか、そっちに乗せるんですか。まあいいか。乗せてみよう。トーンアップ乗せました。こんな感じかな。 OK OK してます。でこれを量多すぎた、やばい。少なめに塗った方がいいかもね。できました。これトーンアップしてるのかわかんないけど、してるんじゃない。結構きた。ビフォーアフター。このシリコンのタイプだったら絶対洗って何回も使えるから、めっちゃ良さそうだし、肌にも良さそう。なんかプニプニしてる。ジェルパフだとちょっと塗るだけでも綺麗に塗れるから節約になります。百均さんありがとう。次はこちらです。お、ん、あ、わかったかも。これじゃない。え、なんかちっちゃくない。ここがさ、なんか回るの。だからこうやって持ち運び。絶対違う。ローラー、あのなんかレトルトパックとか熱いやつを鍋に入ってる。え、ピンポーン。やっぱりなんか最初のローラー、コロコロ持ち運びローラーみたいな。私はこうやって挟むやつから立ち寄ってマッサージみたいな感じになるんじゃないかと思います。答えはユッティが正解。ノーズトレーナーといって鼻を挟んでコロコロするものです。そんなのあんの。こういうことですね。そう、1日10分ぐらい鼻のマッサージ。鼻のマッサージ。今日はこれで喋ろうと思います。はい、次の問題お願いします。じゃん。お、なんか後ろになんかクリップみたいな。そう、なんかクリップみたいなやつがあります。これなんだろう。見せかけなんとかみたいなやつだと思うね。襟とかもさ、付け襟とかあるじゃん。付けベルトみたいな時計のあれとか、ここの丸い部分だけ生かしてこれをベルトにしてこうやるとか。絶対なんて言ってるかわかんないよ。テロップお願いします。編集が大変です。テロップすらわかんないかもしれない。ピンポン。付け襟的な感じで付けベルトだと思います。ユッティはピンポン。ポチポチ。犬になりきるセット。やだ、なんか正解お願いします。はい、正解はストールをおしゃれにするストールクリップです。おうおう、こちらのストールを用意したので。じゃあまずやっていきたいんですけども、まず3等分にするって言って。3等分にするって。はい、次ちょっと待ってください。ユッティは見切れが好きね。こうですか。こんな感じですかね。Okay. こう脱げにくいしね、落ちにくいと思う、ね、これあった。はい、ってことでこれで終了です。頑張りましたね、私たち。頑張りましたね、一番謎だなとか思った商品は何でしょうか。使いたいなって思ったのはこれ。シ
魔法スティック置いてても普通に可愛いし、ね、水筒の奥とかを洗えたりもするし、弁当も洗えるからめっちゃ便利だなって思いました。欲しい。私はですね、はい、これいや、それやっぱこれよ、それよ、使い方違うし、うん、鼻声のマシーンになるからすごいいいと思います。はい楽しかったですか？楽しかったです。いや、なんか本当にもうわけわかんなかった。皆さんもちょっとね、考えてみてどうでしたか？あ、やっぱりそう思ったね、それな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。おすすめ動画も見てくれそう。いや、マジ謎だった。よっ